どないや使ってるプロでしょ。落ち着いてるんで大丈夫。あ、大丈夫ですか、はい、ラベルを隠してる理由は何ですか。3、2、1、タマなんです。本日はグローブ紹介ということで、やらせていただきます。お願いします。元気ないね。というわけでグローブ紹介をしたいんですけども、まずお名前からいいですか。吉田奈緒です。奈緒さん、はい、松村まりこです。まりこさん、はい、どうも。桜井香音です。香音さん、はい。山口まりです。山口まりさん、はい、お願いします。よろしくお願いします。じゃあまず奈緒さんからグローブお願いします。はい、はい、私は、はい、なんでめっちゃ被ってた。確かに確かに間違えちゃった。バッティングしてます。そうですよね、すいません。はい、はい、お願いします。今、アシックスのグローブを使ってます。外野手用、はい、軟式の、はい、外野手用です、はい、2年前購入ということで、はい、これは自分で買ったんですか。はい、自分で買いました。同い年の子に誘われたのでやってみようかなと。あ、いいっすね。それが大事っす。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ次お願いします。はい、畠山のキャッチャーミットと水野の内野手用と、おアンダーアーマーのピッチャー用です。めっちゃあるじゃないですか。え、金持ちですか、まさか。え、ポジションが、あ、ポジションがいろいろあるから、はい、それで買ったんですね。はい、キャッチャーミットのこだわりはこっち側が深いことです。なんかしっかり取りたいので。なるほど。で、こっち側の方がいい音が鳴る気がするので。鳴る気がするってなんか大丈夫ですか。内野仕様はこれはグローバルエリートですね。そうです。大学受験合格してすぐ高3で買いました。そうなんです。ピッチャー用は、はい、めっちゃかっこいいじゃないですか。アンダーアーマー、あ、いいな。よく見たら黒に青ステッチですね。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、はい、ウィルソンのピッチャー用です。ピッチャー用、はい、1年前ですか、はい、特徴とかありますか。山崎康明が好きで。なるほど。なんかこの辺マネしたんです、はい、そのヘルメットはまだこれは落ち着いてるんで大丈夫。あ、大丈夫ですか。はい、わかりました。ありがとうございました。じゃあ最後に、じゃあ、はい、あ、はい、これは山口まりさんです。ドナイヤの内野手用の左利き用の、はい、左利き用、わかりました。これはいつ買ったんですか。ちょうど1年ぐらい前に買いました。形があんまりボール取れなさそうなんで、で守備がなんか下手くそすぎるんで、取りやすいグローブでやろうみたいな、はい。なるほど。え、ドナイヤにした理由っていうのは。あ、ドナイヤ、あ、自分のだってわかるから。なるほど。ちなみに今すごく離れてるんですけど、距離感は距離感はなんすか。距離感、ドナイヤいいよね。はい、あのドナイヤ使ってるプロの選手知ってます。知らないです。あ、分かる。山田です。頼むよ。知らないですからの。やばい。ここもカットだよね。カットっすか。え、このグローブ使ってるプロの選手知ってますか。いや、笑ってる。何笑ってるんですか。やった。何が面白いですか。いや、何でもないです。大丈夫ですか。笑ってる。はい、タマアスカ、グローブ持ってきて。変な人呼んでるでしょ。す緊急参戦ということで。お名前お願いします。小川アスカです。小川アスカさん、お願いします。あの、今4人にグローブ紹介してもらったんですけど、みんなこう個性的なグローブだったんですけど、あの皆さんが呼んだんで、ちょっとグローブ見せてもらって、なんかそのラベルを隠してる理由は何でしょうか。いや、ちゃんとしたグローブなんですけど。はい、なんか理由があるんですか。自分のコートネームが、うん、あのタマなんですよ。タマなんですね。タマさんです。タマさんってですね、はい、俺の知り合いにもいるわ、タマさんって。タマさんですか。でも名字とか名前全然タマないんですけど、タマなんですけど、はい、だから、はい、玉沢の外野用。玉沢なんですね。これは受け狙いで買ったってことですね。そうですね。え、個人的に本当は使いたいグローブありますか。あの、個人的にはウィルソンが良かった。ウィルソン、これじゃん。ウィルソンのタマさんが。ウィルソンの玉さん。玉さん。結局タマさんじゃん。ウィルソンに変えたらまたあの動画出てください。はい、お願いします。これ玉沢の外野手用ですか、はい、何これ逃げようとしてるんですか。距離感が5人にグローブ紹介してもらいました。はい、どうもありがとうございました。3、2、1、アクション。この動画がいいと思ったらチャンネル登録お願いします。イエーイ。OK です。 OK です。ありがとうございます。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは。
ありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。24バチ21ある。21見える？見えない見えないよいくつ見える？24号25？ 28合ってたやん。28びっくりした